武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は愛媛大学の入試について話していきたいと思います。愛媛大学ですが、まず2016年に学部の再編がありまして、法文学部がですね、2学科から1学部3コース制に改組されたのと、あと教育学部と農学部が再編されて、社会共生学部が新設されました。で、基本的に、まあ、医学部、医学科があるので、ここだけかなりセンターの点数なども高くなっていますが、全体的な点数は6割前半から6割後半の学部が多く、まあ、教育の音楽やですね、など、まあ、実技、美術などですね、まあ、実技系統の、ところは、まあ、センターの配点、結構センターの得点率が低めとなっています。で、社会共生学部の、スポーツですね、に関しては、まあ、実技と面接で、学科試験がない分ですね、センターのパーセンテージは取った価格、まあ、7割前半から中盤程度、必要な、形となっています。そんな愛媛大学ですが、科目ごとの勉強、英語、数学、国語、物理、科学、生物、総合問題、小論文、それぞれの勉強法について話していきたいと思います。地学と音楽理論については割愛いたします。